それだけは絶対に教えられないな。なぜです。人は自分よりいい男をアシストしないもんさ。部屋の外は雄大かもしれないし、ただの無謀かもしれない。ええ、お伺いを立てながらですけどね。吉永様、正義がどこまで進まれましたか。そうか、山本は何もない男だった。そこの吉永君、以前警察で君の上司だったんだろう。リストで知ってる。本当に何も知らないんですか。警察よ、あの子。幽霊とかって出ないですよね。吉永様は随分と非科学的な方なんですね。